天井先生。はい。一か三ごっこをするのはやめて。フルピッキングを教えてください。わかりました。これはおしゃれなのが似合わないってことですね。と僕の代名詞でもあるね、リフ系でのフルピッキングをやってみたいと思います。アンプは、もちろん歪ませましょう。こんな感じのどうでしょうかっていうことで、もう32分の領域かな。一時停止してみてね。これをね、早くしたいと。やっぱデスメタルとかやる人はね、トレモロばっかり使うんで、早くしましょうよ。トレモロピッキングでもちろん大事なのは上腕三頭筋。この後ろ側のね、あの筋肉なんですけど、二頭筋がこっち側。で、三頭筋がこっち側。で、実は、こっちの背中の筋肉から繋がってきてる筋肉なんですけど、背中のテンションのかけ方は、まあ、また別の機会に解説するとして、まずね、こういうなんか、なんでもいいし、ポールでもいいし、ドアとかなんでもいいんですけど、肘をね、こんな感じでくっつけてあげます、まず。で、くっつけて、ジャッキー・チェンがやってた邪剣みたいな感じのポーズを取って、この状態で肘を上げて、一個ね、こんな感じで先端が当たるようにして、キツツキのようにこうやって、当てていくだけなんですよ。上腕三頭筋の筋肉と、こんな感じでちょっと背中をね、こうグッて前に入れる感じにしてあげて、細かい動きをやってあげます。で、これがだんだん痙攣レベルになってくると、昔ね、高橋名人がやってたようなトレーニングなんですけど、今前腕心の状態だと肘当ててると、もう死んでるので、こうプニプニしてます。こんな感じのトレーニング。前腕のこの張り具合をうまくこっちのギターに活かせると、あのトレモロが生み出すことができると。1セット何秒で ?1 セットそうですね。10秒から、できる人だったらもう30秒とかでもいいんじゃないですかね。10秒をやって、1回1分間ぐらい休んで、で、また10秒やって、これ3セットやってね、続けていけば、早くなりますよ。